こんにちは。2018年4月29日です。黒松内蘭越赤江川と走ってまいります。今回で道南3泊4日1060キロの旅は、終了させていただきます。黒松内道の駅に、到着いたしました。この道の駅には、パン工房、そしてチーズ、それとピザの店があります。実はここで、パンを買おうと思って、来たんですけども、大勢のお客さんがいらっしゃいまして、パンは売り切れでした。次の焼き上がり時間が掲示されて、あったんですけども、ちょっと1時間ぐらい後だったもんですから、いやそれまで待てないなということで、今回は、パンは買うのはやめました。まあ他のものをなんか買おうかなと思ってこう見てみたんですけども、もうお客さんがすごくて、レジに並んでるような状態だったもんですから、ちょっと買うのはやめました。まあさすがにこの時間になってくると皆さん出てきて道の駅でいろいろ食事をしたり買い物してる時間帯に、なったようです。そこを出まして、次は蘭越道の駅です。この蘭越道の駅は少し山の中に、あります。有名というか美味しいのはソフトクリームが美味しいそうです。道の駅の隣にソフトクリームの工場が、アイスクリーム工場が あるようです。そしてこの道の駅の裏手の方にはキャンプ場があります。まあ、道の駅からキャンプ場が見えます。まあ、雪が さほどなかったんで、まあ、行けるかなと思って、キャンプ場に車で実は行ってみたんですけども、まあ、途中でゲートがありまして、まだ閉鎖されている状態でした。まあ、芝生はまだ雪はもうやっとなくなったという段階ですが、まあ、ぬかるんでるんで、まだ全然、そのような状態にはなってないようでした。そこを出まして、赤井川温泉で、今日は入浴させていただきます。赤井川道の駅から赤井川温泉までは7キロぐらい、離れております。まあ、そこで赤井川温泉で入浴させていただきまして、それから赤井川道の駅まで向かったんですけども、まあ、あまりにもたくさんこう写真とか動画を撮ったもんですからメモリーカードがいっぱいになりました。かなりメモリーカードは余裕あるつもりだったんですけども、まあ、撮影して失敗したりなんかしたやつを、まあ、消せばその都度消せばいいんですけども、間違って全部消してしまったら困るなと思いながら、NG の作品、NG の、動画も全部、取りためてるもんですから、メモリーカードがいっぱいになりまして、赤井川道の駅に到着するとこまでの動画でもうメモリーカードがいっぱいと、あとは撮影できませんになってしまいました。まあ、ノートパソコンを持ってったんで、ノートパソコンに、吐き出すれば、まあ、それで済むことなんですけども、この段階で失敗してしまったら、まあ、元も子もないなということで、まあ、そのまま、ご招待しに持って帰りまして、家のディスクトップパソコンの方に、吐き出させました。まあ、それで、まあ、今回こうやって、動画をアップすることができました。一泊二日でこう取りに行きますと、まあ、いや失敗してもいいかなという気はあるんですけども、三泊四日になりますと、やはり、あ、ここで、失敗してしまったら大変だなということで、なかなかおっかなくて、手をつけられないような状態になりました。何回もにわたりまして、ご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。この後は、どこ行くんだったっけかな、日高の、20軒道路の桜の撮影、それから東名公園、近くにあるんですが、東名公園の桜の、撮影をさせていただこうと思います。それが終わりましたら、芝桜という、芝桜とチューリップかな。そちらの方のを取りに、これは道東の方に、行こうかなというふうに思ってます。
本日もご視聴いただきまして、誠にありがとうございました。失礼いたします。